続いてのレースを行いたいと思います。行きましょう。 Ladies and gentlemen, here comes Super SS Cross。 それではここで選手を紹介いたします。まずはポールポジション1番手、カーナンバー1番、沢井正幸。そして2番手、カーナンバー6番、月肘ゆうき。3番手、カーナンバー19番、島見明人。そして4番手、カーナンバー4番、丸島純。続いて5番手、カーナンバー2番、中村徹。6番手、カーナンバー5番、ユミバーヒロシ。そして7番手、カーナンバー7番、平松元春。そして8番手、カーナンバー12番、原田誠二。さあ皆さん、この8台の選手たちに大きな拍手をお送りください。さあ間もなくスタートです。スタート。さあフォーメーションラップがスタートいたしました。さあ現在1台が少し遅れておりますので、もう1周フォーメーションラップもう1周行いたいと思います。1台が少し遅れました。もう1周ですね。もう1周フォーメーションラップを行います。さあ決勝ヒートスーパー SS クラス8台での戦いとなっております。さあここでスピードダウンとなりまして隊列を整えます。さあ追いつきますかね。追いつきますね。大丈夫ですね。さあもう一周いきます。もう一周です。フォーメーションラップもう一周。さあフォーメーションラップもう一周、隊列を整えながらですね、もう一周いきます。さてそれではスーパー SS クラス30歳以上の選手たちが、いらっしゃいますね。このクラスの最年長は46歳、中村徹選手。スタートです。さあスタートいたしました。スーパー SS クラス決勝ヒートスタート。さあ8台の戦い、どのような結果が出るのでしょうか。皆さんこの8台に期待しましょう。まずは団子状態から第3コーナーに突っ込んでおります。さあどのような展開が
さあ早くも早くも争い、素晴らしい争いが見られておりますね。さあそこでモナコヘアピンからの、さあまずはファーストラップが出ました。ファーストラップはカーナンバー1番沢井正幸選手。さあカーナンバー1番沢井選手が現在トップ 42.831、 そしてカーナンバー6番月肘選手 43.148、 そしてカーナンバー19番島見選手 43.148、 同じタイムですね。そしてカーナンバー5番の弓場選手がカーナンバー、5番ですね、弓場選手が 43.299 です。そしてカーナンバー2番中村徹選手が 44.390。さあカーナンバー7番ですね、カーナンバー7番には、オレンジが出ているそうです。バンパーが落ちているみたいですね。さあどこかでバンパーが落ちてしまっているようです。危ないですね。カーナンバー7番平松選手バンパーが、ね、落ちてしまっているのでね、はい、さあ現在カーナンバー1番沢井選手が 41.286、 そしてカーナンバー19番島見選手が2番手に上がっておりますね。島見選手が 41.038、 そしてカーナンバー6番月肘選手が 41.380、 そして4番手カーナンバー5番弓場選手が 41.570、 そしてカーナンバー4番カーナンバー4番の丸島選手が 41.144、そしてカーナンバー2番中村選手が 41.814、 そしてカーナンバー12番原田選手が 41.479、 カーナンバー7番の平松選手はリアのバンパーが落ちているということでオレンジが出ております。さあ現在ピットに入っておりますね。さあカーナンバー7番平松選手が復帰する模様です。さあ、ね、あの結果どうあれね、完走してもらいたい、戻ってほしいですね。戻りましたね平松選手ね。さあ素晴らしい。さあトップ争いは2台、そして3番手争いは3台での争い。さあここでモナコヘアピンで抑えているのはカーナンバー19番島見選手。やはりね島見選手はねちょっとねあの開幕戦からね素晴らしい勢いを見せてくれておりました、ね、ちょっと意気込みも素晴らしいものがありましたので、ここはちょっとかなりウィナーを狙っている感があります。さあこのねカーナンバー1番の沢井選手を抑えるレースを展開するのではないでしょうか、ね、巧みなハンドルさばきで前に行かせない感じ。ここは第6コーナーに突っ込んでくる。さあ3番手も入れ替わっておりました。そしてトップ争いはここでモナコヘアピンにイン、そしてアウト。やはりね島見選手がトップとなっております。沢井選手がさあ3番手争いはカーナンバー4番丸島選手が3番手ですね。そしてカーナンバー6番の月肘選手が4番手、そしてカーナンバー5番の弓場選手、この3台が3番手争いを争っておりますね。 41.492、 41.992、 そして 41.607。
さあなかなかの突っ込みを見せておりますが大丈夫でしょうか。トップ争いは2台、そして3番手少し、ね、間が空きました。4番手争いが2台になりましたね。いや熱い戦いを見せてくれておりますけれども、かなりの皆さんこのクラスになってくると皆さんのね気持ちが前に出るレースとなっております。かなりの突っ込み方、あなたの熱意がレースを変える、そう You have a passion。 さあ素晴らしいこのトップ展開、トップでの争い、このカーナンバー19番島見選手、そしてカーナンバー1番沢井選手のトップ争い。さあ現在あと10、あと6周ですね。今9周がクリアになりました。あと6周、15周での戦いとなっております。さあこのクラスからはね15周15ラップでの戦いです。さあトップ争いはこの2台になりました。そして3番手は、今独走しておりますね。さあ4番手5番手こちらも少し間が空いております。ちょっと勢いがすごいのはトップ争いですね。もう抜かせない島見選手の巧みな技、もう職人芸かというばかりのかなりの渋さ、まさに年齢的には42歳翻訳いぶし銀。なるほど、ウェルストーン同士での戦いですね。さあ実際沢井選手の方がタイムは早いんですけど、抜かせないのはやはり島見選手の職人芸。もうねこのね沢井選手の行きたいところ俺知ってるぜとばかりに、この展開ではどうせ右に来るんだろうと、ならばオイラも右にと、この戦いかなり面白いものを見せてくれております。やはりねこのね翻訳 VS 後役の争い、これねやっぱ後役の方がねやっぱりね気持ちもね抜けてるから、僕と同い年ですからね、節分と同時に役は抜けました。ですので気持ちも楽になりました。翻訳 in the house。さあやはりこのね島見選手は実際ウェルストーンでの沢井選手の走りも知っている、ですが1個上の先輩だから、ご飯食べに行ったらご馳走してもらうのは沢井選手の方がご馳走する側ですが、今日のレースは島見選手がウィナーになる側、どんな駆け引きする側わからないです。これは答えは30秒後、いやもっとかな、あと3周、さああと3周ありますね。さあどんな展開なんでしょうか。実際今もカートオンラインでのライブ中継、ね、行っておりますが、ね、熱い戦いなのにもかかわらずマイクうるせえなと、ね、言われる可能性もあります。今のうちに謝っておきましょう。でもこのノリでいきたいと思います。私 MC 梅、どうぞよろしくお願いいたします。さあもう間もなくファイナルラップに突入すると思います。ここでナイスモナコ。さあファイナルラップだ。少し後ろを見ました。島見選手、沢井選手を抜かせない。いやタイムは素晴らしいタイムです。 41.091 島見選手、そして 41.139 の沢井選手、抜かせないあたりやはり素晴らしい匠。さあどうなるか、どこでぶっ込むのかぶっ込ませないのか、突っ込むと第6で突っ込む、アウトからの突っ込ませない、第6はクリア。こう来たか、まさかの、さあ刺したまくったぞ、ラスト、もうドラマが待っている。トップはナンバーワン沢井正幸、レペゼンウェルストーン。
いやなんでしょう、第6でアウトからまさかの気を抜かせた感じでした。さあそれでは皆さん、スーパー SS クラス見事ウィナーになりました。ナンバーワン沢井正幸選手です。大きな拍手。さあ、第2戦見事ウィナーになりました。今のお気持ちをお願いいたします。嬉しいです。ありがとうございました。まさかの第6コーナー回ったところで刺しましたね。あれは何か作戦があったんですか。手前で締められてたんで、立ち上がりでインをぐっと押さえていたのでアウトから行きましたね。そのやっぱりちょっと狙っていた感じがあったんですね。狙ってました。なるほど。同じチームですよね、島見選手。はい、年齢的には一つ下です。島見選手の方が一つ上と、あ、沢井選手の方が、43歳、昭和46年生まれ。なるほど。カメラさん同級生です。はい、まさかのイノシシ年で、あの同い年の方がウィナーになるのはとても嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第3戦もちょっと期待しておりますので、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。カーナンバー1番沢井正幸選手でした。大きな拍手をどうぞ。